はい、こんにちは。フータさんからのお知らせがあるから、国際ミュージアムに合わせ博物館でスタンプラリーいい開催だ。ぜひチャレンジするのだ。よし、ほら、モヒカンです。さあ、本日の株価は、おっ、どうなっているのかな。あ、ノートパソコンだ。あれ、たっけんだよな。株価を教えろ。はい、話にならない。ところがどっこいね、また株価が高騰したというね、島のお知らせを受けたので、株を売りに行こう。まあ、ただ問題一つとしてはやっぱりね、一回じゃ売り切れないんだよね。でね、この落とし物なんだっけ、これね、その日のうちに渡せないとなんだっけになって、そもそも渡せなくなるみたいなんで、これもうゴミなんだよね。はい、ということで買い取って。なんだったっけと、なんだっけを、買い取ってもらいます。はい、ちょっと待って、600ベル。さっきジョロモンも混ざってたのかな。あ、どれも値段が使わないんですね。はい、じゃあ引き取って。ということで、ゴミを処理できました。なんだっけはなんだろうね。他人の島に捨てに行ったらいいのかな。さあ、ということで、2回で済むか。どうした。おう、畑ライブ準備どんな感じだ。これはレシピか。アイアンガーデンベンチャー。そうそう、家をね、だいぶでかくしたので、アイテムが800個入れれるから、ちょっとね、外にあるアイテムを全部片付けてしまおうかと。まあ、とりあえずね、まずは株を売りに行きましょう。マイル交換。お礼としてね、マイル旅行券を一つ。よし、行くぞー。ということでね、チンピラ島へ行く。よし、いっぱいいっぱい。よし、頼むぜ。お出かけしたい。通信に出かける。インターネットの仕事。おげい。ファーストオーダーで探す。
さあ、行くぞ。行きまーす。では、良いフライト。グッドラック。さあ、やってきたぜ。東京は間もなく江ノ島に到着します。この花の並びってあれだよね、レアな。あ、ローランさんいる。あー、すごい。じゃあ、あ、タカちゃんもいる。ははウォンテッド。カタカナでいいか。ち、うっせ。遅いな。持ってなんだよ。決定。あ、ウォンテッドが消されていく。さあ、とりあえず売りに行こう。ということでね、2回目の口頭かな、うん、これちょっともらっていくか。あ、持てねえアイテム。ちょっとね、自分の島にないフルーツね、パクっていこう。前来た時からちょっと変わってるね。ちょっと変わってるよ。なんか花が多くなってる。あ、これレストランとかにあるね、1個100円するクッソ高いガムだ。ちょっとね、まず株を売りつけないと。マシェマシェ。あー、あれアーケードゲーム代は欲しいな。買うか。はい、ということでね、株価449ベル、ね、高騰してるね。俺なんかまだ1回も400とかなったことない。最高160ぐらいかな。さあ売るぞ。間違えた。今落とすとね、この島の持ち主じゃない人にねパクられそうなんだよ。人間のクズがいそうだよ。はーい、100万ベル超え。うまい。もう一回来れるぜ。よし。あ、買ってこ。アーケードゲーム TBL。 のみでも麻雀だけどね。はい、たっか買っちゃう。あぶくぜに、あぶくぜに。いやー、うまい。ちょっと贅沢しちゃった。これなんかあったっけな。よし、事案。はい、訴訟。はい、訴訟。やべ、映すんじゃねえよ。訴えるぞ。ほら、ほら。やめろ、かわせ。よし。あ、やったー。とりあえずね、株全部売らないとダメなんでね。売りに行こう、売りに行こう。出てくるのを待って、ね、これをポイッと。ワンビギだ。こいつひでえ。こらこらだ、映すぞこらだ。これはひどい。あ、いいのか。これタカちゃんじゃねえな。これどうやったら見れるんだ。カルジョさんだなあれ。よかったよかった。これ、ね、すげえタカちゃんのね、ミーじゃないけど、アイコンに似てるからタカちゃんかと思ったら、これはこう島の持ち主だったね。まあタカちゃんも今日売りに来るっつってたから。間違った間違った。
次全然関係ない島の人がパクったのかと思っちゃったということでね、ちょっとうちの島をフルーツのある島にしたいんで、持ってないフルーツをパクっていこう。これで全部かな。桃、チェリー、リンゴ、そして、みかんは自分のところ。多分全部だな、これで。リンゴと、チェリーを持って帰れば全種類だな。まあ、もう一遍来ないといけないんで。お、パティと申します。よその島から来たんですよ。まあ、回るのは、もう一回売りに来てからにしよう。タンバリン持ってね、まあ、正直言ってね、めんどくさいんだよね。とりあえず売ってしまおう。金じゃ金じゃ。煽り寄るわ。さあとりあえず売るぜ。今100万ベルほどね返却して、さらに3密だ3密。よし、ということで180万ベルぐらいになりました。うまとりあえずね報告しておこう。やめろ、映しまくるんじゃない。これキーボード認識すんのかな。ということで、あーしまった。風邪ひいちゃったよ。外す登録言うほどないですね。まだ8個しかないんで全部取って問題ない。はっ、これトイレきれいにするやつだ。名前なんてんだろう。トイレ掃除セットいらねえや。汚ね汚ね新品は汚くないよ。これインクジェットプリンター。違うね、お化粧セットかな。ネイルアート、そんなんしねえよ。まあせっかくなんでね、ちょっとどう変わったか軽く一周ぐらいしてみようか。まあまあ配置は変わってない。エイブルシスターズの店ね。花の配置が変わってるよね。井戸魔人果樹園、果樹園バケツ、おー、テトラポットプール、その辺同じだよね。前行った時は植物ね全部取られてたんだよね。確か持って帰らなかった。お、猫だ。前いたっけ。ショコラ、クマクマっていた気がするさっきまた会いに来てくれたのね。黒いバラだった。黒いバラの人、カエルだ。で、星の池も前あったよね。パクりたい。前もあったよね。で、ここがプールになってたんだよね。なんか変わってるかい？基本変わってない。カミツキガメがいるからね、グリル厄介しないと。
俺もいい加減階段作りたいな。さすがに住人までは確認しないよ。あー、この後は島に帰ったらお片付けが待ってんの。おー、金のバラ、金のバラ咲かせよう、動かなと。これ金の粒だね。これ猫だよね。あのポケモリだとさ、猫タワーの上に時々座ってんだよね確か。お、パーチクピーチクパーチク話しやがって。前もいたね。そしてローラン来てたよね。ローラン探したいな。通れない、通れない、通れそうで通れない。通れない、通れない。ドザルブラックバスだよ。せっかくだからね、家は変わってるかもしれないから覗いていくか。チンピラが入ってきた、チンピラが入ってきたぞ。前もこんなんだった気がする。まあ完成してたら変える必要もないもんね。二段ベッド、これ動きそうだ。テケパレード、あれ？これオーディオなんだ。超エキサイティング、ラバーマンかな。このベッド寝れない。これあれかな、あのこの隙間から行ったら寝れるのかな。お次は、あった、くそ邪魔された。ちょっと変わってるね。うわー、入れない。完全に倉庫と化している。ちょうど。こっちから。そうぜ。付き合い。前もこんなんだった気がする。音楽がなんかフュージョン系だな。LD ついてない。ドライブがかかって。あんまドライブっぽくないけど。ドライブってなんかユーロビートのイメージ。それイニシャル D だろ。上は前もこんなんだった気がするね。一瞬ね、あのこれがカプコンに見えた。通れない。じゃあ上を通るか。スイッチ、テレビ変えようぜ。中身はどんな感じかな。人ん家に行ったら、おお、ポケモン主人公っていうコーデセットが入ってる。出れない。やべ、閉じ込められた。何を捨てようか。あ、捨てれるんだ。人ん家のゴミ箱に何捨てていこうとしてるんだ。閉じ込められた。動けない。このコップ邪魔。ガッツが足りない。邪魔だよ、どけよ。この本はマガジンっぽくない？いいから、どけよ。カメラ目線になるんじゃねえよ。あ、どいた。この野郎。電子レンジ。ブーン。ポケモン主人公号で出てくるや。スイッチ2台もあるぞ、この部屋。これも結構嫌われるやつ。勝手にベッドの上乗るなよ。
あんま変わってない気がするね、まあ、曲は何かかってるんだ。コンボそこか。よっ、ケケアイドルドルオタガヤ。俺も早くマグロ釣りたいな。クロマグロ2夜連続。こう言ったっけ。うん、前もこんなんだったね。和の部屋二段坂。なんか悲しくなってくる音楽や。そしてパッカーン、生まれる。俺も持ってる。カジキにチョウザメ、タケノコランプ。まあ俺もこれで家の増築が多分終わるはずだからね。ちゃんとね、あのコンセプトを持った部屋を作っていきたいと。好きだい。よし、逃げ切った。なんか先に出てる。あ、いた、ローラ。なんか珍しいのプレイ。壁紙とね、床を一個ずついこう。ラグはそんないらん。買う。おい、今あぶく銭大量だから。コブラがいる。コブラではない。床。代金は払わんが全てよこせって、強盗したくなってくる。さあ何が出たかな。おうちょうな床といちごチョコな壁紙。あ、ゲーセンがある。そう、俺麻雀ゲームだから。これ人によって違うのかな、時間によって変わるのかな。おお、出てきた。出てきたっていうか回ったのか。子供が欲しがるけどね、ガムなんか駄菓子屋で買ったらせいぜい20円だよ。ここはね、さっき10円って言おうと思ったんだけど、最近は10円で買えないような気がする。この状態で釣りとかできたら面白いですね。あ、やばい、閉じ込められる。人を信用していない。まあもういっぺん見たしね、帰るよ。よし、建前だけのありがとうは言っとかないと。こうやってここで、逃げろな、ほんと。あ、やば、何もやばくない。サラダバー、サラバだ。
最後に、ね、コロナを移して、ほら、ほら、ひゃはー、くそ、D ベンはやめろ。カタカナでね、のし。お、細かい半角だな。じゃあ、さよならってあるのかな。もうちょっとアクション欲しいな。さよならさよならさよならがない。さあ帰ろう。